はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語名詞丸2をお送りします。で、前回からね、名詞シリーズが始まって、これ2本目なんだけど、で、今回は名詞の種類を覚えてもらいます。種類ね。で、全部で5種類です。だから四角1から四角5まである。で、それぞれなんとか名詞っていう名前があるので、まあ、そこが穴埋めになってる。その5問しかない、問題としては。で、もしその名詞、なんとか名詞って名前を知ってるんだけど、なんとか名詞ってどういうことなんだろうって思うのがあれば、ぜひね、それもちょっと聞いてみてください。いいかな。では早速ね、この1番の方の穴埋めから今説明しながら穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ1個目いきましょう。で、1つ目はですね、まずなんとか名詞、その説明からいきます。一般的なものや事柄の名前を表す名詞をほにゃらら名詞って言います。で、この1番が、まあ、一番オーソドックスな基本的な名詞です。で、何名詞かっていうと、普通の名詞なんで、普通名詞って言います。ちょっと待ってね。普通名詞です。で、例えば例としては、空、川、国、消しゴム、方法とかもいっぱいあります。これめちゃくちゃある種類が。で、前の動画とかでも扱ってた名詞っていうのは基本的にここに入ります。普通名詞って。なので、俺がね、思ってる覚え方としては、こっち4つをしっかり覚えてもらって、そこに当てはまんないものは全部普通名詞ですっていうやり方がいいと思う。いいかな。じゃあね、2番の方行きましょう。次がですね、人名、つまり人の名前です。で、地名、土地の名前、署名ね、その作品ね、書物の名前、そして言語ですなどのように、そのものだけに付けられた名前を表す名詞をほにゃらら名詞って言います。で、まず名前からいきましょう。ちょっと消す気がすんな。ごめんね。消すかも、指で。あ、失礼しました。あのですね、加湿器の水がなくなった音が鳴りましたね。失礼しました。で、これが固有名詞って言います。固有名詞。で、一応例いきます。配置、私ですね。葉っぱの葉に数字の1ですからね、配置ね。で、配置、人の名前です。で、日本。平成、北海道は、日本と北海道は土地の名前で、平成、これ元号ね、昭和とか。で、これは署名はないけど、まあ、例えば昔の作品だったら万葉集とかあるでしょ？ああいう署名。これを固有名詞って言います。で、これね、こっちと若干混ざる子がいるんですけど、例えば人の名前とか、もうハイチはハイチなんだよ。もちろん俺本名じゃないんですけど、ハイチはハイチなの。で、例えばハイチって人でしょ？俺人間なんで人じゃないですか。でも人っていうのはこっちに入ります、普通名詞に。なぜかっていうと、一つに決まらないから。例えば今見てくれてるなんとかちゃん、なんとかくん、みんなも人じゃんか。でも人って言っちゃうと、この人のことも言えるし、この人のこともこの人のことも言えてしまうんだよ。でもハイチって言ったら、もうこの人だけに与えられた名前なのね。もちろん同姓同名で名前が同じとかあるけどね。いいかな。で、日本って言ったら日本でしょ。でも国って言ったら日本でもイギリスもあるから、こっちに入る、普通名詞。だからイギリスっていうのはこっちだよ、固有名詞になると。そういう風に分けてください。これがまずね、固有名詞で、次はすごく簡単です。分かりやすい。数量、つまり数ね、まあ数の量ですとか、順番とか順序を表す名詞を、ここね、ほにゃらら名詞ではなくてほにゃらら詞です。ここだけで、これはもう数のことを表しているので、そのまま数詞と言いますね。数名詞じゃないからね、数詞です。でも数関係、1とか2人、3、5、4番目、これ順序ね。4番っていう順番ももちろんここに入ります、4番目で。気をつけなきゃいけないのが、数が指定されてない、でもいくつって数のこと聞いてるでしょ。何本って指定されてないけど数のことを言ってる、この辺も数詞に入ります。いいかな。これが数詞で、4つ目です。ちょっとここがややこしいですね。で、一応読みます。実質的な意味を持たず、ここがちょっと難しい、さすがね、早速ね。で、上に連帯修飾語をつけて使われる名詞をほにゃらら名詞って言います。いいかな？で、まずこの名前から言っちゃおうかな。で、ここがですね、これも消すな、きっと。形に式。で、形式名詞って言います。で、形式名詞に関しては、今回例挙げましたけど、こと、もの、とき、はず、ため、ところ、他にもあります。ありますけど、覚えちゃうと楽です、これ。
で、どういうことかっていうと、例えばこと使ってみようか。家具ところあるかな。ここ使おうか。例えばね、これね。あ、足んなかった。思うことって言葉があります。これ、ことだけだと何を言ってるかわからないの。つまり、実質的な意味を持たなくなってしまう。ことだけだとわかんないでしょ、具体的に。でも、思うことっていうと、あ、なんか思ってることがあるんだとか考えてることがあるんだっていうのがわかるじゃんか。で、これは、思うっていうのが、ことを修飾してくれてる。つまり、思うは連帯修飾語なの。ことが体現だからね。いい？だから、その上に何か連帯修飾語を来て、それがこう使ってくれて意味がはっきりするもの。それが形式名詞って言います。それがこととかものとか時とかはずとかためとかところにあるのね。だから他にも、例えば彼女のためとかね。いい？ためを使うと。彼女のため。これはためって言葉だけだと意味がわかんないんだけど、彼女のためってすれば意味がわかるようになる。そういう風に使ってください。これが形式名詞です。いいかな？で、最後。最後は、名前の代わりに、人、物、事柄、場所、方向、多いっていうね、などを指し示す名詞のことを、ほにゃらら名詞って言います。で、これさっきね、また名前書いちゃうと、これ漢字一文字。まあ、名前の代わりなんで、その代わりって漢字を使って、代名詞って言います。代名詞。で、先に言っておくと、これね、代名詞に関しては、テキストとか参考書によってはね、名詞、俺今回名詞の中の種類として出してるじゃんか。でも代名詞は名詞の中じゃなくてまた別ですと。だから2個前のあの動画で表やったでしょ。あの時多分10個だっけな。そう、10個だね。なんとかしっていう品種をやったんですけど、代名詞はもう1個分かれてて11個って載ってるものもきっとあるけど、今回俺はね、自分が代名詞っていうのは名詞の1個だというふうに教わってたので、ちょっとこれね、取らせてもらってます。ちょっとここでずれたらごめんね、みんなとね。で、ちょっと話を戻すと、名前の代わりに、ね、人とか物、事柄、こういうことを指し示す名詞を代名詞です。で、例は、私とか、ここ、あれ、そっちとかです。つまり、名前、具体的な名前は出さないの。じゃあ、例えば、私はなんとか、私は買い物に行きますっていうのと、俺が言った時に、ハイチが買い物に行くって言ったら、ハイチが買い物に行くってわかるでしょ。でも、ハイチって言ってしまうと、それはもうこっちの固有名詞になるんです。名前がはっきり分かってるから。でも今回ハイチと私が同じだとしても、ハイチの代わりに私って言葉を使ってるわけじゃんか。私が買い物に行きますって言ったら、だから名前の代わりに表してる。ハイチのことを表してるんだけど、名前の代わりに使ってるので、こういう言葉が代名詞っていう。で、こことかあれとかそっちも、それも全部入る。いい？こことか、あとあれとかそっちって言えば方向場所を表してくれるからね。で、気をつけなきゃいけないのが、これ、こことかあれとかそっちだと、小学校で習ったこそアド言葉っていうのあるんだよね。あ、もしやってなかったらごめんね。こそアド言葉。ちょっと書いておこうか。こそアド言葉。ね、これとかそれとかあれとかどれとかそういうやつですね。で、こそアド言葉全部がこれね、代名詞に入るって覚えてる子がいるんですけど、それはね、間違ってます。確かに多いんだよ。コスワード言葉って代名詞に。こことか、まあね、こちらとか、あっちもそうだしね。けど、このとか、あのとか、そのとか、あれは代名詞に入らないんです。それ連帯詞になる。詞が違くなってくるのね。だから、確かにコスワード系が多いです。代名詞には。多いんですけど、代名詞っていうのは、名前の代わりに人とか物とか事柄、場所、方向なんかを指し示す名詞なんだって。いうのをセットで覚えておいてください。いいかな。だから一応バツしておくね。こそアド全部ではない。もちろん入るけどね。そこだけ気をつけておいてください。では、今回は中学校国語名詞丸2をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、この代名詞です。これをちょっとピックアップします。詳しくやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。